どうもこんばんばはユニタイムズですすおはようございますユニタイムズの時間がやってまいりました。はい、えー、ユニタイムズの時間がやってまいりましたけれども、もう超久しぶりのこの時間でございます。ユニタイムズにとっては2年が1日みたいな感じなんでね、はい、明けたら、明けたらっていうかね、起きたらもう2年経ってた。 <laughs> そうですねユニタイムズ、ね、だからねユ,ユニタイムズ的な時間塾まあいいやそれは、はい、ということでねちょっと久しぶりにいきましょう、はい、あまりにも久しぶりなんですけどね、まあ、そのあまりにも久しぶりな今日の,この内容というかテーマというかね、はい、そういうのはおっちゃん今日の内容というよりもですね、はいえー、この2年間ちょっとお暇を頂い,いてたので。 はいえー、ガンガンやっていかないといけないということでですね、はい、次回予告ではなくて、はい、今後予告っていう感じでちょっと今後取り上げていこうと今考えてるものを最初に紹介したいなと思いますああでも最初に、まあ、これからこういうことやりますよっていうのを、まあ、告知してくれるっていうことですかねはい、えー、これからの内容を先にちょっと告知しますああ面白そうですね、うん 面白分か, <laughs> かんないけどあの本で言ったらまあ毎回同じ会話になって <laughs> あれですけれどもねはい,、えー、いそれは分からない分からない聞いてる人はねこれが何ていくのかはい、はい、まずはですね、あのー、やはりもういろんなものがねあれですけれどもやっぱりあれかななんか僕の頭の中にパッと出てくるのが北朝鮮の ミサイルの問題について。あ、今ね、騒がしますもんね。はい。まあ、あのことについてね、なんであんなに打つのかって、いろんな真意がと言われているけれども。はい。ユニタイムズとして、えー、お伝えしたいことがございます。お伝えしたいことが。ございます。はい。はい、で、ええー、次にですね。はい。ええー、エヌ国。聞いてますよね。エヌ国。エヌ国、はい、聞いてます。あの、立花さんでしたっけ。ああ、もう、はい、名前言っちゃうんですね。はい。はい。はい。 まあ、あの人のその、ね、ことについてあのぶっ壊せの人ですよね。いろいろ騒がしますよね。これ2つ、はいはい、それから最近あんまりネットでも、ね、聞かなくなったロス・チャイルドとかロックフェラーあるいはそのイルミナティについてあ確かに最近あんまり出てこないですね。な、うんでやろうっていうねお<ー>ユニタイムズでちょっと出してみましょうと、はいはい、それから南海トラフ地震。 トラフとじゃなかったんですかね。はい、なんかトラフ,トラフやね。トラフと。はい。まあこれはあのーまあ、要するに地震の話だと。地震のはい。はい。まあそこについてもちょっと行きたいと思います。はい。それからですね。ええー、まあちょっとなんていうのか色が変わってきますけれど、年金の問題についてもう一度あう。 年金も、ね、いろいろ言われてますよねこう老後のなんぼいるかとかね、うん、はい果たして本当にどうなるんだろうかっていうことねはいそれからですね、うんえー、山本太郎さんについてああついに出てきましたねまあ元気にね、はい、されてるとか活発に運動されてる、まあ、いろいろされてるんですけれども、ねはい、もう過去にもちょこっと触れたことありますけれども はい、えー、最近の山本太郎さんについて、それからですね、えー、日韓関係とか、それから北朝鮮と韓国のいわゆる南北の統一っていうことについても、ちょっとユニタイムズで、えー、触れていきたいと思ってます。あこの間もね、ムン・ジェイン大統領がね。ははい。はい。 まあ果たして一体どうなっていくんだろうかっていうことですね。今後ってことですかね。はい、もうこのまま行ったら一体果たしてっていうところでございます。はい。それからですね、まあこれはままこのまま行ったらどうなるだろうかっていうその未来に関してのまあ大体がそうかもしれないですけど、えー、一つはね日本の企業の未来について。はい。うん。まあここもね大体歴史的な法則っていうのがあるんですよ。はあ<ー>。うん。 そういう観点から見たらもうどうなっていくっていうのはね見えてるし過去にもまあ話してきてるのもやっぱり当然そういうふうに、ねあのー、なってきてるしそれで当たり前やしそういうことをちょっとね事前に知っておいた方がいいんじゃないかなということです。はい、それとまあ未来ということで、まあ、野党の未来野党っていうのは野党与党の野党ですかね、はい、野党与党の野党それ以外の野党って何かあったかな野党野党 ないねコッペパン <laughs> えコッペパンコッペパンはあまと野党ああなるほど違うな国党こ国党ですね、はい、とまあ党しかあってないですけど党しかあってないですけどねそれのまあ今後っていったいどうなっていくのか今野党はねえー、なんていうのかえー、一つになろうとしていろいろやってますけれどもねはいまあこの N 国さんもまあ同じような感じですけれどもそうですねはいいっこのまま行ったらどうなるのか 先はこうなると見えてますけれどそれについて野党の未来、はいはい、そしてですね医療の問題も触れたいね、はい、医療いわゆる製薬カルテルの話なんか難しい言葉でジェネリックなんとかっていうのもね医薬品ですか医薬品の話で出てきたりしますけど、はい、まあそんなことも絡みながらですね医療についてもこう語っていきたい。 まあ、いわゆる医療の真実っていうのもなんかねもう使い古された言葉ですねああ、まあ、でもユニタイムズは、ね、真実を伝えるメディアですから、うん、まあ医療の真実今後どうなっていくかということと、えー、そしてまあどうあらねばならないかということもねあ<ー>、うん、話せたらいいなと思います、はい、もうむちゃくちゃですよもう本当にこの医療のね世界ああもう、うん、まあ現状ということですかね現状,もう現状はむちゃくちゃですよ、はあ ほんまにねはい、それと最後かなこれね、えー、吉本興業のことについてもちょっと触れていきたいと思ってます吉本興業なんかね吉本興業もいろいろね今世間騒がせますけども、うん、闇営業、ね、はい闇営業のね問題で、はいまあ、吉本興業さんについてもちょっと言いたいことがございます、うん、あーそれちょっとね、うん、あの気になりますけどね、うんうん、言いたい、はい、まこうあってほしいとかね はいえー、そしてまあこうなっていくだろう予測ももしかしたら入れるかもしれませんけどねはい、はい、そんなとこです大体わかりましたおおよそ11項目ぐらいかな11項目はいまあこれはもちろんあれですよね今予定ということですよね予定で、まあ、どんどん増えていくことになると思います増えていくことになるはいわ、はい、かりましたと言いつつ実はね12番目があるんです本当はそれはタイトルは 秘秘密あ秘密の12番目があるんです、ね、もう1項目あるんですけどねあ<ー>あの先に告知したい内容としては、はい、秘密だと告知にならないまあ秘密という告知ちゃうんですああそういうね、はいはい、新しい形の告知告知じゃ十12項目全部秘密にしたら簡単やったねまあそうですよね12項目あります全部秘密ですって、はい もうすぐ終わりますもうすぐ終わるね。めちゃくちゃ楽ですよね。まあ楽だけどねだ、果たしてその内容でどれだけの人が聞いてくれるか <laughs>。まあほんまにね、まあ確かにそうですね。ど <laughs> んなことで、えー、次回からちょっと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、えー。じゃあまあね、あの、超久しぶりのユニタイムズでしたけども、まあこの辺で終わりたいと思います。まあ最後にね、あのいつもの、あのー、番組への、ね、ご感想とか、えー、ご意見とか、そういった場合はですね、インフォアットマーク。 ユニタイムズじゃないですよ。うん、インフォアットマークユニミックスドット JP。これ、仮にインフォアットマークユニタイムズドット JP にしたら届くいやわ分かんないです。届いたら面白いですよね。どこに届くんでしょう、ね、それ、一遍やってみて、届いた人がこの放送聞いてたらいいねんけどね、そしたら届いたよって言ってくれったら分かんないけど、<laughs> まあ、それはな,りあれないしね。ユニタイムズの多分、ドメインってないかもしれないな。あ、あるわ。 ユニタイムズってなんか会社もねあるんですよ。あ,あ、そうなんですか。うん、昔に調べたときに、なんかわけのわからん会社でしたけど、うちではありませんよ。ああ<ー>。はい、ということで、すいません引っ張ってしまいました。あ,いえいえあのインフォアットワークユニミックスでございます。はい、ユニミックスド、ね、ット JP までご連絡ください。はい。じゃあまた次回お会いしましょう。皆さんさよなら。どうもさよなら。